はい、こんにちは、ちょうです。お皿最後ですね。これでこのちょうちょうちょっと違うんですよ。塗料が余ったんで作ったんです。この花チラッチつったっけ、いただいたんですよ。これを封入したいんです。今回は決めてたんですよ。でこの花って確か切るんですよね。緑を残すか花びらだけにするか、花だけの方が綺麗かも。じゃあピンクとパープルと白をいただいて、ちょっと一房ずつお客様のとこから持ってきて、また曇ってきた。今日はね、引き続き2月16日土曜日の今3時前です。これさっきも綺麗にしたんで蓋します。でこれ止めないとレジンがもう3回目なんでちょっと緩くなってるのかこぼれてきてしまうので裏止めます。昨日雪降ったんですよ。予報になくて、こっち関東で天気予報のお兄さんも夕方今日雪降るって言ってましたっけってなんかみんなに責められてこっちはほんとちょっとですね、なんか粉っぽい雪がちょっと降ってて、一瞬ボタン雪っぽいの降ったんで私ちょっと出かけてたんでうわやべえとか思ったんですけど、透明レジン、そう、その後でもね昨日講習会があってちょっと送ってもらってたんで自分の運転じゃなかったんですけどって言ってもこっちの方って車のタイヤってスタッドレスってそんなつけてないんですよ。そんなみんながみんな、うちも違いますし実家も違いますし、スタッドレスで普通の道路を走っちゃうと傷がつくらしくてあんまりダメみたいで、やべ折れただからね、スキーとか行くときはチェーンを巻く感じですかね。一応チェーンはね私は積んでるんですけど、去年のだって2月大雪降ったんですよ。ここ積もるぐらいの、そうそう言ったよね、うち駐車場に勤めてた車に車が突っ込んできた、自分家のね、危ないっつうの。
もうニュースでは来週から暖かくなるって言ってたんで、昨日の雪で最後かな、こっちは。全然雪予報が出てる日降らないんですよ。昨日本当に何も、あちらで家を出るとき雨だったんで、あ、違う、もう降ってたんだ、少しパラパラチラチラチラと雪が。そう、それで講習の間中もみんな心配してて、積もったらどうしようみたいな。そう、こっちの方はね、本当に積もったらどうしようになっちゃうんですよ。あの、対策は何も取られてないので、雪の靴もみんな普通の靴だし、子供たちもね、学校行くのに、自分もね、運動靴あったし、私昨日普通に滑るっつうの。でもそうね、講習やってる終わった時も雨になってて、あ、よかったと。昨日あれ行ったんですよ、あの産婦人科の講習会。私長男の時にね、総合病院だったんですけど、一回も講習会出てないんですよ。なんでだろう、初めての子で覚えてないんだよね。まあ、仕事はやってたんですよね、その時に結構長く。でも仕事のせいじゃないな、きっと。あれ、なんで私講習会行かなかったんだろう、覚えてない。14年前。そんで次男の時に、ほら、あの旦那、私はもう慣れてるけど赤ん坊に、旦那は一応赤ん坊に慣れといた方がいいかなと思って、市がやってるやつ、当時横須賀に住んでたんで、横須賀市の講習会行ったんですよ、旦那と二人で、次男の時。そう、そうするとあれさ、母子手帳に判子してくれるんですよね、あの講習会こんなの出ましたよみたいな。で今回もね、それ記録が、その記録が欲しかったっていうのと、一個も出てないのがかわいそうか。あと、あの、ちょっと助産院の場所が変わったとかいうことで、今回私絶対入選になって、助産院って絶対あのお世話になるから、絶対行っといた方がいいなと思って、後期のやつ、前期は行かなかったです。あの、基本的なことだったんで、つうか、あの病院の紹介だったんで、もう2回目なんで、あの病院は。そうそう、それで行って、でね、まあ私なんか年も結構上なんで、上かなって思ったら、そんなことないんですよね。やっぱり今遅いんですよ、みんな産むのが多分、うん、そう。で初めてっていう人が2人ぐらいで、計算部さんが6人、私入れて全部で8人。それでね、いろいろ、そう、経団部さんがお話しするんですけど、私なんか特にあの病院ばっかり、あの先生だけなんで、3人とも、長男は場所は違えど、そう、なんだかいろいろ聞かれて、ただね、一番上がね、中学生なの、私だけだった。受験で大変、受験じゃねえや、
期末テストか今。期末テストで今大変なんですよ、みたいな。一人だけなんか話題がずれてる。それを一緒に話せる人はいなかった。次に離れてる兄弟の方で、一応上が9歳っていう方がいたかな。上が中学生っていうのは私だけだった。私の友達は結構いるんだけどな。ほんとね、上が中学でしょ？で、いつもあいつほら、店手伝ってくれるじゃん。ああ、くれるんですよ。今日はちょっと歯医者なんで。さっき帰ったんですけど。あのね、旦那より役に立つ。いや、それは旦那は次男の面倒を見てくれてるんですけど、この土日とかね。そういうんじゃなくて、なんつうんだろうな。なんかやってとか、重いの持った時に、ちょっと持ってくんないとか、まあそれぐらいはまあ当たり前なのかもしれないけど、だから旦那とかだとちょっとなんか嫌々っぽさがちょっと見えるみたいな。いや、わかんないよ。本人が嫌がってるのは知らないけど。長男はそんなの全然ないんですよ。あ、こいつ絶対いい父親になるな、みたいな感じ。嫌な顔せず何も手伝ってくれるんですよ。で、一回あいつは8歳の、9歳の時、9歳の時か、次男が生まれてるんで、私の妊婦姿を見てるわけで、その時も一緒に買い物行ったりね、荷物持ってくれたりとかしてくれて、すごい助かったんですよ。可愛かった。今は可愛さはないんですけど、逆にあの頼りがいがあるんですよ、めちゃめちゃ。その私の副業の方の手伝いもね、午前中今日急遽手伝ってもらったんですよ。ちょっと寝て残しちゃって、ごめん、ちょっと荷物運ぼうかもしんないからちょっと付き合ってみたいな。全然嫌な顔せずやってくれるのが、なんか私的につい甘えてしまう長男に。本当は旦那に甘えるんだろうなっていうところを、私は長男に甘えてしまう。いや、それがいいのか悪いのかちょっと分かんないんですけど、まあ長男とは8年間2人で生活、まあ旦那はいましたけど、内縁っていうことで一応結婚はしてなかったんで、まあ長男と2人ですよね。長男が0歳から、だからやっぱり絆は自分ではできてると思ってるんですよ。私はな、知らないですよ、周りから見たら。わかんない、それも私だけかもしんないし、なんか裏切られるかもしんない。まあいいんですけど、自分のね人生を楽しんでくれればいいっす、これからは。その代わり勉強は頑張ってくれ。結構ね、まあ長男は本当に私が付きっきりで育ててきたから、マンツーマンで。そうすると次男とかはまあちょっと、まあ旦那がついてるからいいのかなと思うけど、でもやっぱり母親しか分かんないこととかあるしだろうし、分かんない。次男ね、面白い。パンパンに入れてますね、花パンパンに。この間スカスカでやってるんで、紫陽花をちょっと
差をつけたいので。そう、あと長男のね、なんか偉いところっていうか、次男も長男もなんか私にビビってるんですけど、親に何回言われた時に、はい、はいって言う、私言わない、私だけが、うんって言ったり、ああ、わかった、みたいな、そういう返事。あとメールだと、了解とか。でもなんか長男とかはもうちっちゃい時からちゃんとはいって言うんですよ、私にね。いや別にビビってっていうのもあるかもしれない、旦那曰くビビってるって言うんですけど、自分の親にはい、怒られた時に限らないですよ。ちょっと緑入れますね、話しておりましたけど。ないないしときなさいよ、明日の準備しときなさいよ、うーんとか、これダメって言ったでしょつ、はいとか、はい、うん、はい、違うな、もっと普通の時もちゃんと言うんだよな、はいって。次男はね、最近ね、あの悪さをするんですよ。昨日消えたんすよ、あ、一昨日だ、部屋でね。で、長男が勉強したんですけど、あれ次男がいないと思ったらしくて、で、なんか探しに行ったら部屋の片隅でバリバリ音がしてたらしい。そしたら、あの味のり好きなんすよ、うちの兄弟。いや、旦那もだな、味のりのね、ケースを抱えてね、次男がね、部屋の隅っこにね、隠れてね、バリバリ食ってたらしい、ご飯前にな。ね、怒れないんだよね、可愛くて、それもその姿も。長男も笑いながら私のとこになんか報告しに来てくれて、一応怒りましたけど、笑いを絶えながら。味のり、しかもすんごい、ほんと部屋の片隅、私台所にいたから全然気づかないようなところ。はじめ3枚だけあげたんですよ、食べるっていうから。3枚だけだよ、ご飯だからねって言ったら、どうやらその3枚で終わらなかったらしい、彼の欲望は。味のり100枚が2日で消えた。あのちっちゃく切ったやつですよ、あの朝ごはんとかであのご飯に巻くやつみたいな。まあ、体に悪いもんじゃないけど、あれ食べ過ぎだわ、塩分取りすぎでしょ。一応しじみのオルニチンがたくさん入ったやつで体にいいとか書いてあるけど、食いすぎは良くないよな。あれはね、食卓に置いとくと、うちはそうさ、朝ごはんで食べるためだしが置いてあるのに、みんなおやつで食べてしまうっていうね。まあ別にいいんだけど、食べ過ぎなきゃいいんだけど、食べ過ぎてるからね。ほんとは味のりとかせんべいとかばっかり。バレンタインせんべいにしてやろうかな。チョコあげたけどあんま喜ばないんだよね。次男は喜んだけど、旦那はその場で全部食っちゃったけど、長男があんまり好きじゃない、好きじゃないっていうか、
おせんべい派だからな。来年せんべいにしてやろうか。ハートの。よし、これでもう満タン今いったので硬化します。でね、蝶々はさっきちょっと作ったんで赤で、これセリアさんのこれです。赤でクリアレッドです。よし、硬化してきます。行ってきます。はい、硬化してきました。がっつりな、がっつりしてきたよ。こうやってやって裏返して剥がして、これでやってきました。蝶々も。じゃあ皿からいきます。どうなってるか。気泡がね、この間の紫陽花はほら平面平べったい花だから気泡がそんなにできなかったっていうか全くできなかった。あ、できたんだ。あれでさえ気泡がそう穴になっちゃって埋めたんだよね。およー、またツルツル。あ、ここ穴開いてる。あ、ここも穴開いてる。まあそれは想定外、想定ない。想定外じゃない、ない。はい、外側取ります。やっぱ透明一色の方がこれはこういう大きいものはやりやすいのかな。結構でかい穴開いちゃってるね。まあこれはちょっと飾り関係なしでもうあとレジンで埋めていくしかないので、柄的には超好きな柄です。かっこいいじゃんこの花。はい、ということで穴埋めます。違うな、ここか。あー、でもこんだけ花入れて想像より少ないな、気泡が。予想してたらもっと穴ボコボコボコになるかと思ったら、この横にちっちゃいな。
はい、これで内側の穴は全部塞がったので一回硬化してきます。あと表からもう一回ちょっと穴が開いてるとこがあるんで、もう一回それは後でやります。行ってきます。はい、今お皿硬化してる間ちょちょちゃん作ります。私何気にこの 3D シリコン蝶々のセリアさんのシリコンシートめちゃめちゃ使ってるんだよね。何は作ったんだろう、もう何は合ってる、 1,2,3,4,5 匹ぐらい。なんか気に入ってるの、簡単にかっこよくできるからみたいな。かっこよくない？この時点で。これはね、結構丁寧に気泡を抜きました。さっきうまってるとこ穴開けるかな。こっちだ、かっこいい。よいしょ。ペン。魔法のペン。昨日講習会行ってさ、ランチが出たんすよ、最後。めっちゃ美味しかった。バレンタインの翌日だったんですけど、バレンタインデーランチとか行って、ビーフシチューと、マッシュポテトと、フランスパンの切ったのと、野菜のスープと、チョコレートケーキ。助産院さんで、そう、個人病院だから、そうそうそう、食べ物はねめちゃめちゃあれなんですよ、美味しいんですよ。シェフがいらっしゃるんですよ。お祝い膳とかも出るんですよ。フランス料理のフレンチのコースなんですけど、病室で食べて一人で食べてもいいし、ちょっと次男の時は私あの家族、長男、旦那、親、みんなで食ってやった。あの夫婦以外は有料ですけどね。ただ個人病院はね、ただでさえ高いからね、金額入ってんじゃねえかって思うんだけどね。普通の入院してる時のご飯でさえめっちゃおしゃれなんですよ。そう、私は次男の時2ヶ月弱入院してるんですけど、マジおしゃれなんですよ。毎日なんかほんとシェフの料理食べてる感じ。いやでもそれでも帰りたかったですよ、家には。ほんと入院なんていいもんじゃないんで。カレーとか普通のカレーなんだけど、
めっちゃおしゃれなんですよ。分かりに伝えにくいよね。なんかね、卵が丸々1個カレーの中に入ってるの。普通だったらなんか目玉焼きみたいな感じで、定食屋だったら、じゃなくてちょっとフレンチっぽい感じでみたいな。説明できないっていうか、妊婦からしたらあれなんだよね。おしゃれじゃなくていいからもっと量くれみたいな。質より量。その方から私入院したとしたら、長男産んだ病院は総合だったんです、普通の。その時のでもね、夜ご飯五目焼きそばが一回しね、記憶にね、陣痛の中覚えてるんですよ。食べれなかったですよ、一口も。陣痛中だったんで。あれがね、今でも悔やまれんだよね。私五目焼きそば大好きなんですよ。大好物だって。朝もさ、それは総合病院には、まあ、あれ総合病院はね、その辺はね、すごい数作ったりするから大変なんだけどね。朝ごはんもすっごいおしゃれなんですよ。サンドイッチとか一つ作っ、三角じゃないですよ。普通なのかな、あれが。わかんない。まあ高いんですけどね、その分。高いってみんなに言われるんですよね。そこの病院高くないとか言われるんですけどね。私病院値段じゃなくて先生で選んじゃってる。できたら家のそばの総合がいいさ。長男産んだところがね、婦人科なくなっちゃったからさ、しょうがないじゃんみたいなね。本当そうだよね。子供増やせ増やせってさ、市は言ってんのにさ、国は言ってるけどさ、産婦人科がねっつうの。この三浦市ゼロだよ、ゼロ。前の市まで行くのに、そこが一番近いんだよ。高いとか安いとかの問題ではなくな。じゃあこれ硬化していきますね。あ、ちなみに小児科もちょっと本当危ういんだよ、ここ。はあ、よし、硬化していきます。はい、蝶々さん硬化中なんで、こっち持ってきました。くっついちゃったかな、取れた。はいはい、この辺とここと、こっちはね、そんなに柄模様は気にしないで。レジン、マサル、マサルどこ行った、マサル。もうね、今3時40分、もう暗くなってきた。でも最近もうこっち日伸びてきましたね。前まで保育園の向かいは真っ暗だったのに、今まだ明るい。5時で真っ暗だったのにね、まだ全然5時が明るい。寒くても着々と春に向かってるのね。
来週から暑くはないな。でも気温が、あ、間違えた、これ裏だ、2桁っていうけど雨なんだよね、その日水曜日。水曜日があったかいらしいんだけど、私来週なんかすっげーいっぱい用事があるんですよね。店来れるかな。月曜日が病院じゃん、うん、だよな。で火曜日が保育園の授業参観っぽいやつ、保育参観ってやつ。火曜が保育参観で、水曜日が何かあったっけ。もう手帳見なきゃ覚えてられない。木曜日が週一の休みで、金曜日が美容院。あ、白髪染めです、いつもの。ヘナです。そう、今ヘナしかできないからさ、あんま明るい色できないんですよね。私本当はいつも本当はめっちゃ明るいんですよ、髪の色。もう年相はね、いいんですけどね、今の色。はじめ、そうそうそう、ブリーチで予約入れたら、妊娠してたんで、その時すでに。新しく行った美容院だったんですよ。あ、絶対ヘナにしなさいって言われた。血管からね、胎盤に行くからね、よくないわよ、ブリーチなんかって言われて。ヘナはね、あの、なんだっけな、逆にね、胎盤を通してね、子宮に行った方がね、いいらしいんですよ、本当に。不妊治療してる夫婦がヘナやったら妊娠したみたいな、そんな事例があるぐらい。いや、本当か嘘か知らないですよ。でもあの人多分美容院歴長そうだよ、長いから多分本当なんだろうね。でさ、そこまで言われたらさ、でも私長男も次男の時も普通にブリーチやってたんですけど、それ迷信だって言われて、なんかダメだね、もう年なんだねきっと。あそこまで言われたら、じゃあヘナでって言ってて、生まれて初めてヘナを今やってるんで。ヘナ3回やらないと終わらないんですよ、3回で完了なんで。今2回やったんで、あと1回。生まれたらまたブリーチのあれにします。いつもあれなんですよ、白髪染めが嫌なんで染めてらんないんで、ハイライトのブリーチでメッシュ入れてるんですよ。そうすると白髪がごまかしなんですけど、それに戻します。またつうか前からそれだったんだよね。この間もそれをするつもりで行ったのにダメって言われた。ねえ、来た、硬化してきます。はい、出来上がりました。チョウチョもくっつけてきました。私的にはかなり気に入っています。この間の厚さもシンプルでいいんですけど、これはこれで派手めにしたかったので、この間の厚さはちなみにこれです。ちょっと下ない方が分かる。はい、厚さはこれで、これは提出します。そしてこれ、花をいっぱい入れました。ちょっと動画で分かりにくいかな。それでちょっと蝶々を使いたかったっていうのもあって、花びらを散らしました。結構入れましたね。結構つもこれ一房ずつだから、あれそんなには入れてないのか。
ぎゅうぎゅうに見えるけど、いい感じに入りました。で、蝶は可愛くピンクにしました。ちょっと地味めなのと派手めなのと、可愛い。自画自賛の時間ですいませんね。さあ、これをさあ、あれなんだっけ、ローラーシュレイみたいじゃない、ごめんね、なんか大きいこと言ってこれ、提出します。でもな、戻ってこないんだよな、こんな頑張ってるのに。いや、頑張ったから提出するんだけど、クラゲもだって提出するんだけど、お皿だから全部で3つお付き合いいただいたんですね。申し訳ございませんね、私ごときの。ちょっとこれはもう全然違う感じで作ったお皿、前回こっちはでお花さんで作ったやつ。それがマジクラゲな、これいっちゃうのか、まあいいか。お皿はこの3点を提出します。人魚はアクリルの絵の具じゃないや、あれ塗料だ、粉のやつで作ったやつを提出します。ここまでね、提出が全部で4つできました。もうこれ以上はちょっと限界なんで、これですね、これ提出します。あともう一個作ったやつは、なんか画面がいっぱいになってきた、これですね。これはね、ちょっとしないですね、多分こんな感じですかね。ありがとうございました、お付き合いいただいて。一人だったら作ってません、動画じゃないと作ってません。ということで、以上5点を、提出して、6月から9月の4ヶ月間展示されて、その後なんだっけ、なんとか祭り、市民祭りがあって、そこで展示されて、プレゼントされるらしいです。はい、以上です。本当長い時間ありがとうございました、お付き合いいただいて。一人だったら多分こんな作ってません。じゃあ今日も見ていただいてありがとうございます。なんか暖かくなるって言ってるんだけど、寒いものは寒いんで、皆さん、私もなんですけど、気を緩めず冬をもう少し、あと少し乗り越えましょう、一緒に頑張って。ああ、マジ背中の回路が痒いじゃあね、バイバイ。この2つがお気に入りで、これは自ら自分で欲しいクラゲ、お店に飾りたい。提出すんじゃないのかよみたいなするよ、するよ、もうするさ。